21年ぶりにこのラジオなんですけど始めて始めた頃ずっと言ってたんですどうも変だって何がですか21年前にラジオで話していたような話し方ができない、うん、どういう話し方してたか思い出せない、うん、で登録も聞いたりなんかしても何かが違うけど何が違うか分かんなくて、うん、ずっといわゆる違和感っていうんですか違和感があって困ったもんだとずっと思い続けていたのです ねはい、それでね、あのー、今週あなたは見てないと思うんですけど水曜日に「<笑>,<笑>,笑っていいとも」っていう番組にお呼ばれしたんです僕生まれて初めて、えー、笑っていいとも」出んのそれで行ったんですよ新宿アルタに、はいで。よくよく考えてみていつタモリさんに前に会ったかっていうのを周りの人に聞いてみたりなんかしたら。はい 1980年ぐらいなんですよ<年>79年か80年なんです「<laughs> はい、おしゃれ」っていう番組昔やってて、はい、まだタモリさんが「笑っていい」と思う始める、うん、だいぶ前なんですけど、はい、その時にお呼びして二、はい、人で赤塚不二夫さんの話をした記憶があると僕のスタイリストは言ってるわけです。前おしゃれやってた人も どっかで久米宏とタモリさんのトゥーショットを見た記憶があるって <laughs> ご自身久米さんご自身は,は全く覚えてないで,、えー、で考えてみるとほぼ34年ぶりにあったんですタモリさんにん今週の水曜日うそれ君は見てないわけですけどね、はい、<も>すませんほとんどの人は笑っていいの見てないです最近数字も悪いって聞いてますしそんなこと何の話してんだろうで34年ぶりとどういう方かというと <laughs>、はい、例えば高校卒業した友達と 18歳で別れて34年ぶりに会うと52歳ですよお互いにもう大変なわりですねす18歳で別れた時に次に52歳で会ったこれ <laughs> が34年ぶりなんですけど、はい、もうほとんど分かんないケースもあります誰だか、はい、あなた誰でしたっけっていう「はい、俺だよ俺」って言っても「いや分かんない」っていうの俺34年ぶりなんですけど、えーえー、あれ不思議なもんですね僕タモリさんってしょっちゅう見てますからテレビであそうか見てるじゃない、はい、とね 34年ぶりに会ったのにもかかわらず、ええ、なんか気のあったような気がして <laughs> 全然さいわゆる普通の34年ぶりと全然違うんですんであのー、コマーシャルの間にセットチェンジしてテレフォンショッキングのコーナーに変わるんですけど、うん、その間に僕控え室脇の隅のとこでこう待ってたら後ろからね「今日はよろしくお願いします」って誰か言うからさパッて見たら本人なんですよ「<laughs> <laughs> 森田和義さんないの?」「温度森田さんじゃないです」「いやどうもよろしくお願いします」って言ったら「 34年ぶりの気がしないんですよ34年ぶりなので、はいはい、昨日も会ってたような気がするんで、はい、なんか変な感じなんですけどまあタモリさんと34年ぶりにお目にかかって君は見てないでしょうけど <laughs> あの結構話盛り上がって <laughs> はいでいろんなお話をしたんですけど、えー、途中に CM が2回入って最後のコーナーだったと思うんですけどねタモリさんがね久米さんご趣味はって聞いたんですあー ななかなか久米さんに「ご趣味は?」とは聞けませんよねそれで僕ね自分でも思ってもいない答えをしたんですはいおなんて言ったんですか今ラジオ番組やってますて<ー>週に1本だけ 1>、はい、言って僕驚いてねまあ、はい、趣味ですけど 実益も兼ねまして。というわけのわからんないけど。慌てて。<laughs> 慌ててね。まあ、よく言う、趣味と趣味と実益を兼ねて,て。お決まりのフレーズをね、<laughs> 言っただけだ。実益も兼ねましてって、<laughs> 何が実益だか、よくわかんないですけど。<laughs> それでね。ああと思ったんです。はい。つまり、千九百八十五年の時は。こういう話し方をしてなかったっていう違和感が、ずっとこの。二千六年以降、今まであったのが。 タモリさんに趣味はって聞かれてラジオですって言った瞬間はた、うん、と思いついてうん、うん、この話は、うん、ここでしないでラジオのリスナーのために取っておこうと思って今日ここにやってきたんですすらしい何喉かくのよそこで <laughs> 素晴らしいって喉素晴らしいって言いながら喉かくのやめてくれる <laughs> ちっとも素晴らしくないと思ってるの分かっちゃうから <laughs> それでねそうなったの 何がかかったかっていうと僕はあのー、1970年に「土曜ワイドラジオ東京」っていう番組に拾われて使い走りを始めて以来1985年までずっと、あのー、ずっとラジオやってたんです、はい、ずっとね70年から85年の15年間、うんはい、25から始めて40歳まで、うん、もうラジオこの「土曜ワイドラ,ラジオ東京」は一筋で25から40までですよ、うん、やっててその時どういうふうにしてラジオで喋ってたかっていうとあのー。 一生懸命だったんですよちょっと大げさに言うとね命がけで話してたんですね、まあ、命がけってことはないんですけど、はい、まあ本人にしてみれば命がけなんです、うんうん、ところがこれを2006年に始めてから命がけでは話してないんです、はいはい、でもねタモリさんに「趣味があって聞かれて「ラジオです」って言った瞬間でねそうなんだ15歳から40歳までは 僕ラジオで命がけで話してたんだけど今は趣味で話してるんだっていうことにふと気がついたの、うん、ただここで誤解を招くといけませんから、はい、この趣味っていうのは、はい、あの遊びでっていうのとちょっと違うんですでももしかすると同じかもしれないんです遊びの方が仕事より重要だっていう考え方も ななにしもあらずじゃない仕事は適当にやってるけど、はい、遊びこそ命をかけてやるもんだっていう考え方も世の中にはあるわけです。で僕がやってるその仕事として一生懸命やっていたラジオと今自分の感覚の中でこれは本当に正しい言い方かどうか分かりませんけど趣味でやってるって感覚が相当違うんですよ。これが その僕はどうしてどうしても昔の話し方ができないとかね、昔と話している僕と今の僕が違うんだっていうのが、うん、ずっと違和感に苛まれ続けてきたのがタモリさんと話してるとに趣味だって言った瞬間かなり氷解したんです。はい。感じで二つもり氷が溶ける氷解ね。はい。氷解 <laughs> したんです。はい。それでねこれラジオを聞いてる人の立場から言うと、えーうん、あの一生懸命話す 人とね、はい、趣味で話してくれる人と、うん、どっちがいいかっていうとこれまた非常に難しい問題で、うん、一生懸命話してくれなきゃ面白くないっていう人もいるだろうし、うん、あの趣味で話してくれている方が肩から力が抜けてて聞きやすいとかね「はい、あのいやなの趣味でやらじゃあたまんないのよや仕事でやってくれなきゃダメですよ」っていう人もいるだろうしこれはだから聞く人のそれこそ聞く人の趣味による。 てくる話だと思うんですうんです僕ね「笑っていいと思う」に出て本当に良かったと思うのは今まで頭の中で考えたことがないんですラジオが趣味だってこと言葉だから当然人言葉に出して言ったこともない言った自分が一番驚いて「趣味だ」って答えたのがショックでぎっくり腰になっちゃったぐらい今ちょっと腰痛でね「<laughs> え趣味でやります」